4月24日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号 今週の放送でセレクトした聞きどころ、番組へ寄せられたメッセージ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。まずは今週の聞きどころ、そしてこれからのニュースの予定、さらに後半はトレーダーで株ブロガーのひなさんにご登場いただきまして、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。さあ、今週のニュース振り返っていきましょう。 2020年度の貿易収支3年ぶりに黒字アメリカと中国が地球温暖化対策に関する共同声明を発表日米首脳会談が終了菅総理が帰国大阪府が緊急事態宣言要請へミャンマー当局に虚偽のニュース拡散の疑いで日本人記者逮捕 EU、日本などインド太平洋地域との関係強化へ韓国地方裁判所元慰安婦の訴えを却下 4都府県に緊急事態宣言。4月25日から来月11日までの方針。気候変動サミットが開幕。菅総理、温室効果ガス削減目標を表明。このようなニュースについて番組の中で取り上げました。今週は番組5日間の投資企画。 一都三県知事、河野大臣も登場。コロナ変異株から国民を守れ、工事専門家会議と題してお送りしました。ご登場いただいたのは、小池百合子東京都知事、埼玉県の大野元弘知事、神奈川県の黒岩雄二知事、千葉県の熊谷俊人知事、そして河野太郎ワクチン接種担当大臣。新型コロナウイルスへの対応について伺ってきました。えまだお聞きでない方はぜひ、ラジコのタイムフリー、えポッドキャスト youtube などでチェックしてみてみください今週は緊急事態宣言再発令へというニュース連日お伝えしてきました。緊急事態宣言思い起こせば1年前にも発令されて初めてではない今回の緊急事態宣言再発令になるわけですけれども政府、東京都の対応について20日火曜日に高橋陽一さん、22日木曜日飯田康之さんにそれぞれ伺いました。 え続けて二つのパートお聞きいただきます。それでは、今週の、ペイバックパート2、じゃガじゃん大阪府が非常事態宣言要請へあ、えー。大阪府が緊急事態宣言要請へ。 大阪府の吉村知事は昨日、新型コロナ対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言の発出を政府に要請する考えを記者団に明かしました。え今日、本部会議を開き、正式に決定します。また、東京都も今週中にも緊急事態宣言を要請する方向で調整に入っております。 えー、加藤官房長官、昨日の会見の中で、この大阪の緊急事態宣言については、要請が仮に出されれば、新型コロナ対応の特別措置法改正時の付帯決議に書いてあるように、速やかな検討を行っていく必要があると述べております、うんえー、大阪は、まあ、感染者数は伸びているということですが、緊急事態宣言の要請へと、まあ、何ができるというところが、今日の新聞など、解説されてますけれども。うん まあ、その飲食店の休業の要請もできるとか。<うん S 1> ま、休業についても命令ができるとか。まあ、そういうことのようです。そうですね。<はい S 2> あの、ちょっと飯田さんが非常事態宣言って。はい 間違いちゃって。いや、いや、あのね、世界的に考えると非常事態宣言っていう表現なんですよ。だから別に伊田さんは、すごくインターナショナルだなぁと思って、って。でも日本はわざと緊急事態宣言、なぜ、ね、これに違うかっていうと、要するに試験制限のレベルが全く違うんですよ。試験私の権利。私権要するに、あの、非常事態宣言というのは普通です、世界の。それで、例えば外出したら罰金。 とかうそういういのが普通ですよ、はい、でも日本っていうのはそういうのはないでしょ、えー、だからこの緊急事態宣言で、非常におおなんか大変だ、大変だって言うんだけど、はい、海外から見ると非常事態宣言っていうのは普通だから、んこんなの何やってるか分かんないと、実はあの緊急事態宣言なんて、実は海外から見ると、ほとんど何もしてませんって、そんなレベルになっちゃう。はい それはそれでね、いいという人もいるわけ。そんなに、あの、このコロの話なんだから、はい、別に経済を全部ぶっ飛めても、やる必要ないんじゃないかっていう意見もありますよ。で、特に日本なんか、あの、感染者で増えた増えたって言うんだけど、これ世界の中で、はい、もう世界中でグラフで、もうインターネットですぐ調べられるんで。えーで いろんなね、欧米とね、グラフ出したらね、はい、日本はね、増えてたか増えてなんか、一番下の方にへやばりついててよくわかんないってレベルですよ。うそれはあくまでどっかの比較すればね。はいうん、だから、極端な話すると、イギリスはワクチン ものすごく減っったてうでしょそう言いますも今でも1日2000人とかそういうレベルなんだけど、人口は日本で考えると、イギリス、日本の半分ぐらいだから、日本に、人口当たりだとそんな大きな差じゃないんですよ、日本とイギリス今はね、だから日本がすごいすごいって言うんだけど、イギリスから見そんなのなんなのっていうふうに思うくらいの低さだこれだけワクチンで抑えたイギリスと、日本の今の現状が同じぐらい。 <laughs> だから、そうするとね、日本は何やってんのって言うから、うん、あの要はい、非常事態宣言じゃないです緊急事態宣言で、まあ、非常に緩やかなのをやってますっていう説明しかできないんですけど、ねうん、だから、まあ、まあ、ある意味でこれはいいことかもしれないんですよ。うん、このぐらいだからっつって。このぐらいで収まってい収まってるから。だから、うん、もし本当に日本が本格的に考えるんだったら、はい、あの緊急事態宣言。 えじゃなくてね。ええはい、非常事態宣言みたいに考えてからやった方がいいかもしれませんよね。うんでももうやる手がないからこうだっていう言い方なんでしょ今うんまあね、だから本当言うと、うん ここに至るまでに、なんかあの、日本の政策って、もうすぐ感染を抑えようと思うだけでしょ、うん、で考え方としては二通りあってね、感染はちょっと増えてもいいよ、そのおかしい、えー、医療が崩壊しなきゃいいと、うん、割り切って、うんはい、それはだから、どういうことかっていうと、この抑える方にあんまり力入れ、あの感染者を抑えるというよりかは、はい、要するに供給、医療の供給能力を高めるっていうふうに力を注ぐって考え方もあるわけですよ。うん、で考,え考えてみたらこの 緊急事態宣言って4回目の話でしょ、もう。といつも同じようなことずっと繰り返すんですよね、救急の話、みんな考えないから3回目か、3回目か、三回目だと、もういつも同じような話ばっかり、ずっとしてるわけでしょ正直、去年のこの時期、緊急事態宣言が出されてましたけど、うん、原稿を見返すと同じようなことが書いてますね。全く同じでしょ、これ、波は4波来てるんだけど、同じようなことずっと繰り返してますよね、だからそれだったら、それで私、ちょっとあれだよね、 あの去年の1年以上前に。に 一年ぐらい前ですかね。あの、補正予算の時に、すごく大きなのを安倍さんに提言して、安倍さんはそれで予備費っていうのを10兆円積んで、やったんですけどね。で、当初想定してたのは、どうせ石川山もやってくれないだろうからってんで、地方の公立病院で、あの、コロナ専用病床のプレハブっていうのがたくさんできるのかなって正直と思ってましたよ。ああ、なるほど。量産積んだからそれを使って。そう。全然そういうのがあんまり聞いたことないんですけどね。あの、それいい。 中国かなんかであったでしょ。と、はいね、でね武漢でなんかあの土地にかかって、武漢でばあっとねプレプラ立ってたでしょ。女、はいうん、のイメージしてたんだけど、その聞いたことないんですがあるんですかね。よく私ニュース見てないから知らないのかもしれないけど。いやー僕も株にしてまああの一部その継承者向けのものをあの東京のお台場のあたりにちょっと作ったっていうのが、はい、まあ日本財団かながあのやったっていうのはやや報じられてましたけど。 けれども、うん、まあそれもその医療スタッフまで含めての手配ができたのかっていうと、うん、まあなかなか難しかったじゃないかということが指摘されてますねああいうのをお金もあったん、1年前だからね、お金もあったんだから、どこかであれ,あれば、結構、あの地域の人はね、楽になるんですよね。うーん軽症者ののの収容のものを があると、うん、でいうことになれば、その回復した人たちとかをそっちにこう回すみたいなところで、結果的に病床を増やすということになるで、ああいうのはプレハブだから、そんなにお金もかからなくて、うん、それで臨時例的にもうやったっていいと私は思ってたんですけどね、うん、そういうのも聞いたことなくてね、うん、それでいつも、もう大変だ、大変だと言うっていうのが、繰り返されてるって、私はそんな印象ですけどね、これは。うん 政府4都府県への緊急事態宣言発令、明日にも決定か。政府は昨日、新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言を東京、大阪、兵庫、京都の4都府県に発令する方針を固めました。明日23日に対策本部を開いて決定します。 えー、昨日夜、総理官邸の前で、えー、緊急事態宣言について、東京、大阪などに出すことに関し、今週中に決定をするという考えを、すでにぶら下がりの記者団の質問に応じて、えー、答えておりました。いやー、なんか、この間解除したばっかりなのに、また苦しといとう感じですよね、うん、そうですねで、そしてこの緊急事態宣言、はいえー、に関して、うん、まあね、小池知事がずいぶんね、えーはい またあの長く期間を取るとダラダラしてくるとか、んなんかダラダラがどうのこうのって言ってますけれども、はい、まあ一番ダラダラしてたのはね、結構小池知事の方だと思っていまして、えー、例えばですね、えー、これ、規模をはともかく、何らかの形で第4波が来るというのは確実だったわけですね。はい で、それに対して病床数の確保を、えー、結構な期間あったけれども、どれだけ進めましたかと。で、えーま、政府の方もかなりですね、いわゆるコロナ関連の患者を受け入れた病院への補助金のスキーム。はい、その分、他の診療できなくなるわけですから。うんそれを随分、えーま、新しいスキーム出してたんですが、それに対して、はいえー、とは、 また都道府県、実際のえそういった保健衛生のおまあ資源確保をする役割の人が、どれだけそれについて議論しましたか少ないとか、もっと出せって言って、ちゃんと病床確保しましたかというのを、これは東京であり大阪であり、現在そのお医療状態のひま迫、大阪もしてる。そしてこの後予想されるという自治体について、あんたら、 なんか何やってきたんですかっていうのを、しっかりと通っていかなければいけないと。で、えー、それで、えーまあ、医療崩壊があと言われましても、はいえー、非常にね、あのー、昨年4月5月の段階、これはね、本当にわからないことだらけだったです、うん。ウイルスの特性もわからなかった。えー、だからこそ、お ま、許される、許されはしないですけれども、えー、致し方がないところがあった。一方で、はい、この状態で、えー、いわゆる、病床数の確保が全然できていない。はい、だから医療崩壊が近いというのは、それはあんたらの責任でしょ、責任でしょう,うで、えー、ある意味ももちろん政府の方も責任がありますが、はい、都と政府の間で責任のなすりつけ合いを,をしているだけで、この状況で、えー、まあ、 大丈夫ですかと、えーえー、考えてしまうで、えー、その一方で、まあ、緊急事態宣言、はい、まあまあ出すんでしょうようんじゃあこの緊急事態宣言に伴う休業について、はい、いわゆる事業者の補償っていうのはどうするんですかとでこれは今度は、えー、都道府県ではできない、はい、むしろ政府の方の役割で。 だってこれあの、まあ回、あの、前回の緊急事態宣言の時もそうでしたけど、はい、つまり今年頭の。えー、まあ、だって、緊急事態宣言出してくれって言われちゃったら、政府の方が嫌だなんて言えないわけじゃないですか。だけれども、その一方で、その緊急事態宣言の発令要請を認めるってことは、はい、それに対する保障これは、 中央政府が財政的な裏付けをつけていかなければならない。ええ、それやってるんですかと。ーえー、ですね えーまあ、第4波あ、つまり4回目なのに、全然こなれてきてないですねと、えー、いう感じはしますよね。うんまあ、あのーねえー、一律で、まあ、1店舗あたりいくらみたいなことが起こってきて、うん、まあそれはもう事業規模によって、焼け石に水のところもあれば、うん、もうむしろ、焼け太りのところもあるいそこら辺のバランスのまずさとか、だから前々から、それこそ去年のこのあたりから、いや、だったら、あらり保証した方がいいんじゃないの と,かというような話だとか、もう出てきたにもかかわらず、まあなんか、この1年前と議論が変わっていない。そうですね、えー。ですから、どちらかというと、まずは家賃保証、はい、そしてあの雇用調整助成金をという組み合わせ、えー、その使い勝手をどう高めていくか、えーあ、プラス、やはりですね、営業規模。 あらり保証なかなかね難しいところもありまして、うん、それであればやはり面積とか積数に応じたあ,、はいえー、ある程度坂をつけたつまり傾斜をつけた配分というのを検討しないと、うん、いわゆる、えー、中心市街地の機能というのがなくなってしまう<ー>、えー、ところがある、はい、で、えー、バタバタ個人店が潰れてで、えー、大手は もうかなりさっさと閉めてますささっさと締めてどうしたいかっていうと大手って重機類とか側とかあの内装品って倉庫、はい 入れとけけばた出せるわけですしっかり空いたあ空きテナントに全部チェーンが入っちゃったらそれは魅力街の魅力はだいぶ下がるんじゃないかなと思う,う別にチェーン店もねあの美味しいお店たくさんありますけれども、えーえー、そういったことがないようにどう対応していけるのか、えー、これね正直緊急事態宣言の要請出すんだったら考えとかなきゃいけない話だと思いますよ さてこの後はこれからの1週間のニュースの予定、番組やニュースに関してのメッセージやご意見、そして今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお届けします。今週はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーはお休みです。どうぞ最後までお付き合いください。 モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、 人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。日本放送アナウンサーの新庄市香がお送りしている、OK 工事アップ週末増刊号、メッセージ紹介します。 まずは東京都江東区にお住まいの40代の女性の方からです。朝のジョギング、週2回のジムで、ポッドキャストで聞いています。私の尊敬するゲストの方々が登場するので、毎日、時間が経ってしまって、新情報でなくとも、ためになって楽しいです。飯田浩二さんの声のトーン、歯切れの良さがとても聞きやすく、運動中でもしっかり入ってきます。これからも応援していきます、と。 え、メールいただきました。ありがとうございます。えー、朝のジョギングに週2回のジム、しっかり運動されていらっしゃいますね。ちょっと私は最近サボり気味だったので <laughs>、しっかりしなきゃ、とメールを。 読みながら思ったところなんですが、そうなんですよね。あの、ポッドキャストですとか、YouTube、あとラジコのタイムフリーで聞き直しが、まあできるんですけれども、まあ、運動している時だったりとか、まあ部屋を掃除していたりとか、その家事をしている時に、こう何かしながら聞くことができるという部分が、あの、ラジオはあるんじゃないかなと思っていて、私もよく帰りの電車の中で聞いていたり、えー、部屋を掃除しながら聞いていたりというふうにして、あの、 楽しんでいるのでぜひ引き続きですねお聞きいただければなと思いますメールありがとうございますえ続きましてえー、とですね台湾にお住まいの40代の男性の方からいただきました飯田さん信業さん台湾から毎日聞いています今週は台湾特集ありがとうございます そうですね。今週はリスナーの皆さんのプレゼントがあのサニーヒルズのパイナップルケーキだったんですよね。サニーヒルズのパイナップルケーキ美味しいですよね。台湾のお店では無料の試食と お茶をサービスしてくれるいいお店です。あ、そうなんですね。でまた購入するとついてくる手提げバッグも可愛いですね。と私もこの手提げバッグはですね、あの、もらえまして、今、まさに使わせてもらっているところです。えー、さて、台湾では、アストラゼネカのワクチンの自費接種が始まり、早速打ってきました。自費は2000円弱ぐらいなので、血栓のリスクも考えましたが、えー、ここは打つことにしました。日本だと、自費接種で優先接種ということにはならないかもしれません。 がとにかく今はほっとしていますといただきましたえ続いてワクチンの接種についてですねえカナダのブリティッシュコロンビア州にお住まいの男性の方からいただきましたえ私はカナダ ブリティッシュコロンビア州ビクトリア在住の日本人男性でカナダに住んでもう10年以上になります。コージーアップの番組は初回からポッドキャストで聞かせていただいておりまして、いい日本の情報サイトになっています。今回私が住んでいるブリティッシュコロンビア州での状況についてお伝えしたいと思います。 ブリティッシュコロンビア州でもワクチン接種が今年の初めから開始されまして、当初のシニア施設の住人、医療従事者などの優先接種者を経て、この4月から一般の高齢者をはじめ、接種の登録と実際のワクチン接種が始まりました。この登録についてはオンラインで実施可能になり、ウェブサイトでの登録の後、接種可能になった後メールによるやり取りで接種日を決めることができました。 実際私も4月上旬に登録し、昨日ビクトリアでファイザー製のワクチンの接種をしてきました。副反応については注射をした部分で少し痛みを感じたほどで特に問題はありませんでした。 現在、カナダでは1回目のワクチン接種を優先して実施しており、2回目の接種は4ヶ月後になるようです。初回接種でもかなり感染リスクが下がることが言われておりますので、従来と同じ対策を実施して2回目を待ちたいと思います。カナダでの COVID-19 の感染状況は第3次のパンデミックのピークを迎えており、特にオンタリオ州では医療崩壊に瀕しているようです。 ブリティッシュコロンビア州も連日1000人以上の新規感染者があり、至急のワクチン接種を進めていますが、供給メーカーの日程が不明確になっているところもあり、予断を許さない状況とのことです。以上がこの州でのワクチン接種状況ですが、感染率の高い変異株が蔓延始めていることもあり、ワクチンの安定的な入手と効率のいいワクチン接種の実施がキーとなると思いました。日本もこれからワクチン接種が始まると伺っております。外国 での実施例をよく参考にしてワクチン接種をしていただきたいと思いますといただきました。 えー、台湾でのワクチン接種の状況、そして、えー、カナダのブリティッシュコロンビア州での状況ということで、えー、メールに通ご紹介しましたけれども、えー、現地からの情報をお寄せいただきまして本当にありがとうございます。OK 工事アップでは今週の金曜日に河野太郎ワクチン接種担当大臣に、えー、飯田工事アナウンサーがインタビューした模様をですね、お届けしたんですけれども、 その中で今のこの現状について、そしてまあこれからについてといったところ、いろいろお話を伺いましたが、ワクチンがこう供給されて、ワクチン自体はあるのだけれども、じゃあその接種するときのその人員の確保をどうするかといった部分があるといったこともおっしゃっていたんですよね。えー、ぜひですね、あのまだお聞きになっていない方は、金曜日の河野太郎大臣のインタビューも合わせてお聞きいただければなと思います。 メールいただきまして本当にありがとうございました。さあ、それではこれからのニュースの予定を紹介します。4月25日日曜日、北海道肉と長野衆議院補欠選挙、広島参議院再選挙、名古屋市長選挙投開票、4月26日月曜日、金融政策決定会合、熊本城天守閣一般公開開始、 大相撲夏場所番付発表。4月27日火曜日、定例閣議、日銀黒田総裁会見、アメリカ連邦公開市場委員会。4月29日木曜日、昭和の日、アメリカ1月から3月期の GDP 速報値発表。4月30日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、上皇陛下のご上位から2年、 3月の有効求人倍率、高工業生産指数速報発表。4月の消費動向指数発表。続いて来週4月26日月曜日からの飯田工事の OK 工事アップ、コメンテーターのラインナップです。26日月曜日、元内閣官房参与で全中スイス大使の本田悦郎さん。27日火曜日、ジャーナリストの有本香里さん。 28日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。29日木曜日、番組初登場です。慶応義塾大学総合政策学部長の土屋元博さん。30日金曜日、中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さん。コメンテーターの皆さんは、6時台からの登場でニュースを解説していただきます。 さてこの後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、 そして約束を守る。これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団、 OK, ーージーアップ週末増刊後今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えてもらいますひなさんよろしくお願いしますひなです今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします今週の一つ目のポイントはビットコインと東京市場の急落ですニューヨーク市場は 連日で史上最高値を更新した反動から今週20日にはダウが4日ぶりに反落しましたこの日は長期金利の上昇もあったんですけれども暗号資産のビットコインが急落したことも短期資金の動きに影響を与えたと思いますこの代表的な暗号資産となるビットコインなんですが23日には前の週につけた過去最高値から2割を超す下落となってしまいました18日に 中国発で起きたフラッシュクラッシュに加え、続く23日の下落については、バイデン大統領が富裕層に対するキャピタルゲイン課税を強化しますよ、との報道が要因とも言われています。このことから、東京市場でも暗号資産の下落を嫌気して、仮想通貨交換業者のコインチェックを参加に持つマネックスグループですとか、 仮想通貨交換業者に出資をしているセレスという企業の株価が大幅安となっています。一説には暗号資産の相場が上昇するほどマイニング参加者が増え、それによって高性能の半導体製品の需要がさらに高まるとも言われています。暗号資産が株式市場に今後どのように影響していくのかも注目です。また、東京市場は突然の大幅下落となり、 日経平均株価3万円台を維持できない市場の弱さから20日21日の2日間で1170円ほどの下げとなってしまいました。東京、大阪といった首都圏の緊急事態宣言に伴い全国的な経済活動の低下も懸念されています。そして2つ目のポイントはテレワーク関連株です。20日の日経新聞に3年前と比較した 従業員一人当たりの営業利益額の伸び率について調査したランキングが掲載されていました。上位に目立ったのはコロナ禍でも効率よく利益を稼げている企業。主位はパソコンのレンタルを手掛けるパシフィックネットとなっていました。私もこの日、この記事を見てパシフィックネットをトレードして利益を出せたのですが、その他関連銘柄も複数あり人気化しています。例えば、 ウェブ会議サービスやウェブセミナー配信サービスを提供している v キューブという企業がありますが、同社の株価は現在右肩上がりです。また、金曜日に高決算を発表した当初一部上場のエイトレッドは、テレワークによるワークフロー需要の拡大や、クラウドサービスの売上も拡大とのことで、株価は大幅促進となっています。緊急事態宣言に伴い、今後もテレワークの需要拡大は、 ますます高まりを見せると思います。関連銘柄の動向ですとか、業績には長い目で注目していきたいなと思っています。来週のポイントは、大型連休と決算発表です。来週28日には161社、30日には131社と決算発表が本格化してきます。ウイルスの感染が拡大していることに加えて、 これから出始める企業の決算発表で弱気な見通しが出ることへの警戒感も高まっています。また来週に入ると大型連休前ということもあって手島売りも少しずつ始まりそうです。株式市場が急上中にもし地政学リスクや地震などの天災が発生しても株は売れません。連休前には一旦キャッシュポジションを高めておこうと動く投資家が増えてきます。ですので 短期狙いの銘柄は欲をかかずに利益確定をこまめにしたり、信用取引ではなく現物にしておくなど、リスクを最小限に抑えておくことが大切かなと思います。今週の相場格言噂で買って事実で売るウォール街で語り継がれている相場格言です。良い決算内容を発表したのに、 株価は材料出尽くしで売られたりすることがよくあります。例えば、決算が出る前に主力製品の販売が好調だと伝えられていれば、決算もいいだろうという期待外が入り、株価が上昇します。そして、正式な決算発表があると、それは予想通りで折り込み済みとなり、利益確定の売りが出て株価下落となる場合があります。このように、 企業からの正式な発表を待っていては遅いということにもなってしまいます。投資家は事前に行動する習性があるので、相場も事前に動きやすいということを念頭に、日頃から情報収集をしっかり行っていきましょう。以上、ひながお伝えしました。トレーダーで株ブロガーのひなさんに、今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いました。 ひなさんのひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報など発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田工事の OK 工事ーーアップ、平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお送りしています。FM 放送、AM 放送はもちろんですが、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。 さて、今週のコージーアップは大切な一週間ということで、飯田コージアナウンサーとともにですね、お知らせを最後にお送りします。それでは、また来週オッケーコージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。